どうもベシタンです。今回の動画はズバリプロドラマーのレコーディングとは、というわけでですね、なんとアニメキングダム最新クールのオープニングテーマを担当してらっしゃったスイレン様から私ビスタにドラムレコーディングのご依頼をいただきました。というわけでこうして起きてシャワーを浴びて機材積んで移動して搬入してレコーディングするところまでをしっかり収めるぜと言ってもね、ただの Vlog 的なものにしても皆さんつまらんと思うので、僕なりの極意と言いますかポイントみたいなものを織り交ぜながらお届けしたいと思います。なので音楽って普段何気なく聴いてるけどこんなに手間がかかってるんだなとか、いつか自分もプロドラマになりたいけどレコーディング現場ってどんな感じなのっていうような雰囲気が伝わるような動画にしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。というわけでこのような内容でお届けしたいと思います。それでは早速行ってみましょうか。いやドラムはね、ほんとね、自分のマイセットを持っていくとなるととにかく移動や準備が大変なんですよ。まあこんな量を手で持ってね電車で運べるわけはないので、まあ当然車は必須になってきますね。ここで注意したいのは遅刻は当然 2億%しないこと。まあこれはまあ言うまでもないんですけれども、まあ車だとね、特に都内だと道の混雑状況で到着時間が左右されやすい。なのでとにかく時間は余裕を持って出ること。具体的には Google マップで自宅からスタジオまでの距離を所要時間を調べて、例えば45分と出たならば2時間前ぐらいには出発しようかな。もちろん早く着きすぎてもご迷惑になっちゃう場合もあるので、その場合は近くで待機したりとかして時間を潰します。いやめっちゃ混んでて結局1時間半かかったわ。よかったでしょ、早めに出といて。というわけで、荷物を下ろして一旦スタジオに預けてから駐車場に止めに行きます。こいつがマジでやばい、で今回のスタジオには来たことはあるんですけど駐車場の場所知らなくて、ってなったらね、あの駐車場が少しスタジオから離れてるところでね、僕めちゃくちゃ方向音痴なんで迷っちゃったんですよね早速が。早めに出発していたことで進行に支障はありませんでした。こういうことのね積み重ねが大事です。ご迷惑はとにかくおかけしないと、お呼ばれしている立場ですから。さあそんな感じで無事到着することができ、スタジオのスタッフさんに搬入を手伝っていただいておりますが、基本は全部こちらだけで完了できるつもりでいましょう。というわけで機材搬入、セッティング、大体の音の調整までやはり1時間半ほどはかかりますね。こうしてセッティングの調整や基本的なチューニングを終えたら、エンジニアさんからのご指示をいただきながら単音チェックです。バスドラム、スネア、ハイハット、タム類、そしてシンバル類などなど単音でのチェックが確認できたら、最後にドラム全体でバランスを確認。だいたいこんな順番が基本なんですが、この時にコントロールルームで客観的に音を聞いてくださっているエンジニアさんやアーティストさん本人の音に対する要望があればチューニングしたり楽器を変えたりしながら対応します。特にスネアドラムはサウンドの特色やね個性が現れやすいので、今回は3つ持っていきました。ここまでできましたら次はデモに合わせて早速演奏しますが、まあここではいきなりレコーディングではなくて自分の耳の中、イヤホンの中のモニタリングを、返ってくる音ですねのバランスの調整をします。こうして自分が一番気持ちよく快適に演奏できるモニタリング環境を整えて、いよいよ本番レコーディングとなっていくんですけれども、ここでもビスパイン、ここでチェックの段階だからといって流さない、本気で全力でかっこよく叩く。なぜならここから皆さんへの第一印象は始まっていますから、バチッと決めてやりましょうっていうのも大事だし、やっぱ本域で叩かないと音の大きさとかねバランス感とかチェックの意味がないので、ここから本気で全力で叩くっていうことも自分的には心がけています。忙しい。初めましてのベーシスト様、山崎秀明さんと一緒に撮らせていただいたんですが、もうね最初のテストチェックの段階からベースプレイがめちゃくちゃかっこよくて、初対面ではあったんですけどめちゃくちゃテンション上がってですね、こうしてね初めて会っても音を通じて演奏を通じて通じ合える瞬間っていうのもねたまらなく最高ですね。楽しいです。いや楽しいですね。クソうまいですね。いやいやいややめてくださいそんな。さあここまで来てようやくレコーディング開始です。いや準備長。それでは参りましょうか。いざレック編。というわけでレコーディング開始。
ちなみに動画の最後に完全ノーカットのドラム演奏テイクを載せておきますので、ドラムプレイをがっつり見てみたいよという方はぜひそちらも見てください。さて早速一曲まるっと曲を通しました。一旦コントロールルームに自分も戻り、自分でも客観的にサウンドやプレイのアプローチを確認します。もう少しスネアの音が明るく抜けがいい方が曲に合うのかなと思ったので、もう一つ持ってきたスネアに変えました。バーチ製のスネアでワンコーラス分試し撮りで、聞いていただいたところ、スイレンのメンバーのレンさん曰く元のねスネア、過去ラディックブラックビューティーというスネアなんですが、そっちの方がパワーがあって曲に合ってたかもとのことだったので、元に戻しますという感じで再びまるっと通して撮ってみます。まあ、このようにだいたい 1,2 回目のテイクはテストやチェックの意味合いが大きいですね。そして整理できたら 3,4 回目にはもう本番のテイクを撮っていってレコーディングを完了したいというところですね。なので今回も合計4回ほど通してレコーディングが完了しました。ですがまだ作業は続きます。というわけで撮り終わった後編、ここでですね、複数回レコーディングしたテイクの中からどのテイクが良かったのかを相談しながら決め、それを基軸としながら細かく修正する部分や調整があったら再度部分的に録音したりとか、エンジニアさんに調整していただきながら整理をしていきます。イントロと2サビの折り返しのフィルだけ撮らせてもらいます。はい、さあそんなこんなで、皆さんと相談していきながら整理ができてきました。だいたいここまでで所要時間が4時間くらいでしょうかね。ここで全員で一応最後に今日撮った録音の最終確認をします。もちろんここで、この箇所違ったからもう一回撮ってよって言われたりだとか、逆に自分でここ気になったのでもう一回撮ってもいいですかっていう申し出をしたりすることも当然あります。まあ、むしろねそういうポイントを発見するための最終確認だったりします。プレイバックをしながらその結果はめちゃくちゃいい。いや何を言うんですか。いやとんでもないです、とんでもないです。バッチリこうやってねみんなでおおかっけーってなる瞬間がねレコーディングで一番好きかもしれません。さて、我々リズム隊の次にギタリストさんのレックが控えてらっしゃるとのことだったので、早速迅速に片付けを始めて、スタジオをさっさと開けましょう。まあセッティングよりね片付けの方が当然楽だし早いんだけど、まあ大変なのは大変です。レックしたばっかで疲れてるしね。ってな感じで車を取りに行ったり、車に積むところまでできて、最後スタジオを立つ前に皆さんにご挨拶をして、すいません、じゃあお先に失礼します、ありがとうございました、失礼します、スタジオを後にすると、ありがとうございました、ぜひ今後ともお願いします。さてさてと、いやーよかったよかった、最高の演奏できました。ポカリうま。どう、緊張するしさ、めちゃくちゃプレッシャーもある仕事ですが楽しそうでしょ。で、そんな私ビスタンもドラムのレコーディングで参加させていただきました。スイレン様の新曲青い夏、概要欄にすぐ聴けるリンクを貼っておきます。必ず聴いていただいて、ぜひ感想をこちらの動画コメント欄でも構いませんお寄せください。ビスタンの渾身のドラミング、そして超かっこいいスイレン様の楽曲の世界観、これを合わせてお楽しみいただきたい。では最後にレコーディング当日のドラムプレイの様子をノーカットでご覧ください。青い夏のドラムだけバージョンどうぞ。